2013年、天野幸也、小沢敏郎とサンクトペテルブルグにて、菅原和彦では、日本の元政治家、衆議院議員、経済産業大臣、財務副大臣、経済産業副大臣、厚生労働大臣政務官、自由民主党東京都支部連合会会長代行、自由民主党財務金融部会長、東京都議会議員、練馬区議会議員等を務めた。 東京都練馬区豊玉に生まれる。現住所は練馬区豊玉南。父親は秋田県宇宙町の出身者で都内で建設会社を設立した。練馬区立豊玉南小学校、練馬区立豊玉中学校、早稲田実業学校高等部を経て、早稲田大学社会科学部に推薦入学。卒業後は同政治経済学部政治学科に学士入学。 地方自治を研究する、よりもと勝みゼミという弁会に所属。総大卒業後、日照祝いに入社。1991年、ネリー幕議会議員選挙に立候補し、初当選。1995年に再選されるが、1997年に辞職。同年の東京都議会議員選挙に立候補し、当選。2000年、都議を辞職し、 第42回衆議院議員総選挙に自由、民主党公認で東京9区から立候補。民主党前職の吉田光一に敗れ、比例復活もかなわず落選。2003年、第43回衆議院議員総選挙に再び東京9区から自民党公認で立候補し、前回敗れた吉田を下して当選した。二千五年の第十四回衆議院議員総選挙では、 東京9区で民主党新人の川島智太郎を破り再選。当選後自由民主党副幹事長に就任。第1次安倍内閣では厚生労働大臣政務官に任命された。2008年自由民主党総裁選挙では同じ東京都選出で都連会長の石原信明の推薦人に名を連ねる。2009年の第45回衆議院議員総選挙では 東京9区で民主党新人の木内高種に敗れたが、重複立候補していた比例東京ブロックで復活し、参戦。2012年の第46回衆議院議員総選挙では、東京9区で日本未来の党から立候補した木内らを破り、4戦。選挙後に発足した第2次安倍内閣で経済産業副大臣に就任。2013年10月、 経済産業副大臣を退任し、党の財務金融部会長に就任。2014年12月14日の第47回衆議院議員総選挙で合戦。同年12月25日、臨時閣議が開かれ、第3次、安倍内閣の副大臣、政務官人事が図られるが、選挙前に不祥事が相次いで報じられた、み川の部では、財務副大臣再任を孤児。 公認として、同副大臣に任命された。2017年の第48回衆議院議員総選挙で6選。2019年9月11日、第25回参議院議員通常選挙後に、発足した第4次安倍第二次改造内閣で、経済産業大臣、ロシア経済分野協力担当大臣に就任。同年10月10日、 週刊文春10月17日号が発売。菅原が地元の有権者にメロンやカニなどを送ったことや秘書に対する暴力、パワハラなどが報じられた。10月25日、不祥事の影響で経済産業大臣を辞任。2020年6月25日、東京地検特捜部は菅原を不起訴処分とした。自民党は菅原の復権に手を貸し、同年11月6日、 菅原を衆議院厚生労働委員会の筆頭理事に据えた。2021年4月23日、東京地検が菅原を任意で事情聴取し、立憲の可否を検討していることが明らかとなった。同年6月1日、菅原は自民党に離党届を提出し、大島忠盛衆議院議長宛てに議員辞職願いを提出した。記者会見は開かずコメントを発表。 コロナ禍であることからは現時点では控えさせていただくと説明した。党幹部には秘書を通じて、県土従来を期したいと再起を誓う直筆の手紙を渡した。国会議員の期末手当は6月1日が、期準備のため、菅原には満額の314万2802円が支給される。6月2日、立憲民主党の安住厚国対委員長は、6月に、 入ってからの辞職であれば、半年分のボーナス支給を丸々受けられる。納得できない国民がたくさんいると思うと述べ、自民党の森山博史国対委員長と会談。辞職する前に疑惑について説明するべきだとして、菅原の政治倫理審査会への出席を求めた。菅原は、同日夜、フェイスブックを更新し、期末手当を全額返上する意向を表明した。同日、 自民党は離党届を受理。同月3日の衆議院本会議で議員辞職が許可された。残余人気が半年を切っているため、公職選挙法の規定により、菅原の辞職に伴う補欠選挙は実施されない。同月8日、東京地方検察庁特捜部は、菅原を公職選挙法違反で略式起訴した。同月21日、 東京簡易裁判所の判決で、罰金40万円、公民権、停止3年の命令を受けた。公職選挙法違反の場合は、原則5年の公民権停止が適用されるが、菅原が衆議院議員を辞職したことを考慮し、関西側が上場を酌量したものとみられる。これにより、第49回衆議院議員総選挙への出馬資格を失った。二千四年一月、 選挙候補において、早稲田実業高校卒、公式野球部で、甲子園に4回出場と記載していたが、実際は、ベンチ入りは1回もなく、補欠として、アルプススタンドで3回応援していたことが判明した。菅原は、選挙候補の単純なチェックミスと釈明した。2007年10月25日発売の、週刊新潮11月7日号は、 菅原の秘書給与ピンハネ疑惑を報じた。2006年11月に月給25万円で採用された、施設秘書 A は2007年1月、菅原から公設第一秘書が辞めたので、後をやらないかと持ちかけられた。A の給料は公設第一秘書になって40万円に跳ね上がったが、菅原は A に施設秘書の時の給料との差額15万円を投資部への看破として、 事務所に払い込むよう言った。A は実質的に強制と認識していたが、菅原は、カンパは本人の意思でこちらから強制したということは断じてありませんと弁解した。2009年に暴力団関係企業である後藤解体工業から150万円の献金を受けていた。後藤解体工業は役員に暴力団幹部が就任しているために、 東京都の暴力団排除条例に該当し、指名停止処分を受けていた。2011年10月2日、菅原の施設秘書の男性が、酒気帯日運転で停車中のタクシーに追突し、タクシーの男性運転手に軽傷を負わせる事故を起こした。菅原は、事務所を通じ、大変お騒がせして申し訳ありません。以後、徹底して、指導に当たりますとコメントした。 2016年2月29日、衆議院に予算委員会で、民進党の山尾しおり議員が、保育園に落ちた日本史に、ね、と書かれたブログについて、質問中、匿名だよ、匿名とやじを飛ばした。その後ネット上では、言い訳にしか聞こえない、論点すり替えて、ばっかりなどの批判が相次ぎ、国会前では、保育園落ちたの私だと書かれたプラカードを持った。 人々によるデモが行われ、2万7000筆以上を集めたネット署名が、塩崎康久厚生労働大臣に手渡された。2016年3月31日発売の週刊文春4月7日号が、菅原の女性別紙発言と国会に対する虚偽の成果願いを報じた。菅原は、独身時代の2012年の年末頃から27歳の女性と交際。 当該女性に対し、女は二十五歳以下がいい。二十五歳以上は、女じゃない。子供を産んだら女じゃないなどと暴言。さらには、モラルハラスメントを繰り返していたとされる。二千十六年三月三十一日発売の、週刊文春四月七日号は、上気別紙発言とともに、菅原が、国会会会中だった二千十三年四月二十七日から五月一日に、かけて、 交際女性を同伴してハワイ旅行に出かけていたことも報じた。菅原は衆議院議員運営委員会に政治経済事情視察として成果願いを出していたが、旅行期間中はゴルフ残埋だった。女性には嘘を申請したから大丈夫と説明していた。菅原はフェイスブックに反論記事を公開し、本人が公衆の前に出てくれば冷静に判明できます。出てきてください。 その英子さんと呼びかける記事を公開したが後に削除した。菅原は誤って消してしまいましたと説明している。2016年6月15日、不祥事により都知事不信任案可決が確実視された舛添洋一都知事は辞職願いを提出。同年6月17日、都知事選をめぐる自民党の会合が開かれるが、出席した菅原は、 立候補が取り沙汰されていた民進党の連邦代表代行について五輪に反対で日本人に帰化をしたことが悔しくて悲しくて泣いたと自らのブログに書いている。そのような方を選ぶ都民はいないと発言した。しかしその発言の事実はなくネットのデマであることがわかり、連邦氏のブログではなくネットで流れていた情報だったと訂正した。公説第二秘書に明示。 立憲民主党代表の枝野幸男の政治活動用ポスターを屋いに乗じて破らせた。菅原は夜あのポスターを破って来い。車には菅原和秀と赤文字で書かれてあるが、それは何かで隠せ。車は遠くに止めて歩いて行け。代わりに俺のポスターを貼って来いとと細かく指示。秘書が行ったふりをすると、 まだ枝野のポスターがあるじゃないかと出席した。秘書は、朝日新聞出版の取材に、枝野さんには本当に申し訳ないです。菅原氏には法を守るという意識はありませんと、証言している。脱原発を主張していたが、2019年、第200回衆議院本会議にて、立憲民主党、枝野幸男代表より、2017年衆議院、選挙時における、 菅原の選挙広報に記載された脱原発について、経産大臣就任後に、原発ゼロは今この瞬間将来的に考えても、現実的ではないと言っており、公約違反ではないかと質問されたが、この質問に対して、徹底した省エネや再エネの最大限の導入により取り組み、原発依存度を可能な限り低減させていくといった、政府、与党の考え方と同じであり、 決して公約違反ではないと回答した。ありがとうございます。